こんにちは、ボイスロイドのゆずきゆかりです。こんにちは。電車で座ってるとき、隣に女子高生が座ってくれると、なんていうかこう、自分って生きてる価値あるんだとしみじみ思うことあるような、キズナあかりです。それでは本日のニュースはこちら。金志法、ヴィーガン、赤ちゃんに野菜と果物しか与えなかった結果。とあるヴィーガンが起こした事件です。アメリカのフロリダ州に住むヴィーガンであるシェイラ・オリリー被告に有罪判決が下りました。彼女はどんな罪を犯したのさ。彼女は夫と共に徹底した菜食主義者であり、生後18ヶ月の息子の食事に生野菜と果物しか与えず死亡させたのです。ひえ。息子は2019年当時1歳6ヶ月でした。倒れている息子を見つけた母は、呼吸をしてない、体が冷たいと救急車を要請しますが、その子はそのまま帰らぬ人となりました。検視の結果、その赤ちゃんの体重は 7620g と、同じ月齢の赤ちゃんと比べると半分ほどしかなく、歯も生えていませんでした。死因はやはり栄養失調、脱水症状や栄養不良が原因の死亡疑問や、手のむくみなども確認されたようです。ガチでひどすぎでしょ。一体どんな食生活を送ってたんだろう。母は、母乳で栄養は足りてると思い、果物と野菜しか与えていなかったと供述していますね。でも実際は赤ちゃんが亡くなる1週間はほとんど何も食べさせておらず、両親も無視して寝てて起きたら亡くなっていた模様。ヴィーガン以前の問題だろ。このヴィーガン夫婦には他にも3人の子供がいましたが、3歳と5歳の子供は非常に体重が少なく、虫歯も放置され、黄色い肌で重度の栄養失調状態で保護されました。きっと同じような食生活で育ててたんだろうね。母には第一級殺人罪として有罪が確定、父も同様の罪で起訴されており、他の子供にもネグレクトと虐待があったとして検察が調査しているようです。そうだ、とっととこんな奴ら有罪にしろ。そんなに野菜だけ食べたか、すき焼きの椎茸の刑を食らわせてやれ。あかりさん含めごく一部の人にしか刑罰にならないんだよな。ちなみに第一級とは3段階の階級で最も重い罪にあたり、課される罪も最高だと死刑や終身刑になることもあります。とても悲しい事件ですが、実は今までも結構起きており、2018年ドイツではココナッツミルクだけを与えられて15ヶ月の子供が亡くなったり、2004年では有機栽培のリンゴジュースなどしか与えなかった夫婦が生後6ヶ月の子供を餓死させ終身刑を受けたりと、枚挙にいとまがありません。イタリアではこれを重く見て2016年、子供に完全菜食主義を強制する親を罰する法律が提出されたりと、ベジタリアンが広く認知されている国では問題となっています。日本もベジタリアンから赤ちゃんを守るために法律作れ。赤ちゃんに菜食主義強制させちゃいけない法と、マックのハンバーガーのピクルスいらない法作れ。店員さんにピクルス抜きでって頼めよ。ネット民の反応は、ヴィーガンなんて百害あって一利なし、出所後にそれでも私はヴィーガンだから手本を執筆してベストセラー作家になるところまで見えた、ジャンクフード与えてた方がまだ生きてたかもな、こいつがアホなだけ、ヴィーガンじゃなかったとしても同じように死なせてしまっていただろうな。保護責任者遺棄致死とかじゃなくて、ちゃんと殺人罪なのがいい、日本もそうするべき、等の意見がありました。個人的には、彼らの行為は強く非難されるべきであり、一切同情の余地はありません。バカはヴィーガンやっちゃいけないなと思います。ただこのケースは菜食主義というよりネグレクトが問題のようですが。同時に、ヴィーガンイコールバカという意見には同意しかねます。一部の問題ある人たちだけを見て、全体が悪であるように考えるのは違うと思います。菜食主義者に出会ったことはありますが、それを強要されたことないし、皆さん普通に良い人だったので、個人的にはそういった人たちに全然悪印象ありませんね。ゆかりさん、それ奴らに洗脳されてるよ。早くこの帽子かぶって。そういうとこだぞ。非菜食主義者と菜食主義者がお互いを理解し合えればいいですよね。投稿者も彼らの橋渡しになりたいと常々考えておりました。ということで、今年中にベジタリアンの再反論解説投稿します。現在のサムネ案です。どれが良さげかコメントくださいね。これ橋渡しする気ある？絶対炎上するだろ。皆さんは今回の事件どう思いますか？良ければコメントくださいね。定期。それでは最後に謎かけを。菜食主義者とかけまして、許した人と解きます。その心は？どちらも肉食わない。ご視聴ありがとうございました。